ということで、今日久々に抽選、勝ったとはまだ言わないけどね、上位です。上位ではありますけど、座れなかったら勝ってないんで、あなたの家きっと見つかる。センチュリー21、知ってる人いないかも。ということで、群馬県久しぶりですね。ビッグマッチ、さっ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 。おはようございます。さて、皆さんがどこに行くか。あ、誰もパチンコに行かないよ。多分ね、入ってすぐのところにね、部がね、ラス1、あぶねー。ただ気になるのがね、 SAO に結構駆け込んだ人がいたんよ。あー、取れた。もういいわ。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということで、本日は2023年9月13日ということで、久しぶりにやってまいりました。群馬県は高崎市にございますビッグマーチ高崎大八木店にて収録ということなんですが、まあ平日ど真ん中にもかかわらず、100名以上の140名ぐらいかな、はい、の方が並びまして、私の抽選番号が21番。ご存知の通り、バルブレイブしか打たない私の狙いのバルブレイブ6台でございまして、なんとか最後の1台を確保できました。はい、まあ朝一久々にバルブレイブ取れましたんで、まあバルブレイブのね、はい、出すためのハードル、抽選勝って座ること、ミミズじゃないこと、設定があること、そしてやれること、はい、まあとりあえず今1個目、座ることができましたんで、でまあちょっと過去最高枚数が1万9000枚とか6台しかないんですけれども、2台過去最高でコンプリート1万9000っていうのを見たんで、設定を入れていた形跡は間違いなくあるということで、まずはもうミミズじゃないことだけを祈って、であとはもうミミズじゃないと分かったならば、もう設定は知らん、とにかく打つ、もちろん判別しながら、そんな感じで時間も惜しんで、早速久々の朝一バルブレイブ噛み締めながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これさ、ペナルティーかな、これ共通ベルじゃないんよ、出目が。まあいいわ、いきます。久々に朝一バルブレイブ、1ゲーム目のレア役からいきます。演出入った。あー惜しい。多分抽選番号150ぐらいまで入ってて、21番引いて6台のバルブレイブの最後の1台。あったわ、400。よし、しかも別格、あのボタンは別格。よし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 、オッケー。はい、11ゲーム残し、圧倒的。いきなり666枚オーバー出ちゃう。この赤の15ゲットが出なければいいからね、金文字。あー惜しい、惜しいな。今日の目標1個だけ設定しよう。ああ分岐。ああそうだね、何ゲーム来てないか。いやもうだから腹切りチャレンジ換算で多分300は来てない。いやマジで来てない、マジで来てない。よし勝負。よいしょよいしょ、うほー。まあどっちでもいいんだけど、チリーでもよかったんだけど、まあまあまあ全然いいよ。よいしょ、よし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 。力からの、よいしょ、オッケー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 、来てる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 、オッケー、完璧。これでほぼほぼミミズも切れて、よいしょ、一発目の。このまま終わってもいいよ、そのままね。そうね、もうチャンスゾーン終了画面ゼロゼロのゼロ。1万9000枚から緑のジャグラーで1000枚出して2万枚で、
まだ早い、まだ早いって言ってんのにさ、これなんだよね最近の。ミミズじゃないというところしか分かんなかった。おかえり。本当にダメだね、終わっちゃうんだ。おっと、200アキラいったか、ノーチャンスアップだったけど。ナイス、オッケー、持ってこい。よいしょ、よいしょ、いいぞ、パーフェクト。664、あと1枚、なんでも OK。 どうした、いいよ、それはいいよ。わあ、よっ、おっ、ボコンじゃないよ、ボコンじゃ、そこボコンって。いち、いやー、やってね、やってないよ、戻ってこい。やっやってねえな、そこはマジでやってねえ。ある、ある、ある、ない、ないのよ、ないのか。400で当たった、ラッキーだな。400、200、400、最近雷蔵のオシジュンベルが当たった記憶がない。今日まだ1回もチャンスも失敗してないのよ。お、あっつ、雷蔵いるのに、雷蔵いるのに来たよ、雷蔵いるのに、ハルトで、よいしょ。いや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 、雷蔵いるのにハルトで、あれはダメでしょうよ。雷蔵に花持たせてやってよ、せっかく出てきたんだから。いける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 、パーフェクト。これはもうだから行かないといけないやつなんだよ本当に。正直これ設定とかじゃなくて、あっ、共通ベローはチャンス目なんで、そこで、そこでチャンス目の確率高いのに。うわ、出た、早すぎんだろ、消えんの。もう来たわ、666枚オーバー、ねじったじゃん。六角、
666枚。いやもう絶対終わらせられない。来た来た、初めて俺、俺いろんな六角マンあんじゃん、リゼロッテとか終了画面、俺初めて出た六角。早かったなデューンっつって。えっていうかもうちょそういう次元じゃねえ、もう分かった。じゃあ今日コンプリートしかない。抽選勝った、ミミズ否定した、六角出た、やるだけで今日今のところやれてるよ。いやちょ落ち着こうぜ、落ち着こうぜ、これ終わったらマジでシャレにならん、シャレにならん。いや来たわ、ここで来た、久々。お前もう何年ぶりよ。なんでやねん、そこは行く流れやろうが、そこは行く流れやろうが、今のは行く流れやろうが、もうくっそ久々に来たのに。いや今のだって行ってダーンって、あのねもうすげえ、あのすごい大事なこと言うよ。さっきまで覚えてたのにこの瞬間分岐で脳が飛んじゃったからあれだけど、俺投資が600枚ちょっとなので、今2000枚持ってんの、つまり3枚で1400出てんの。この分岐行けば強制的に有利区間切って、要は V3 つ目を待たずしてスーパー、実質スーパー行ってたのよ。いやー唯一写真の撮れない六角が出たわ。でも映像に収めることに成功した、ついに。いいお店だ、あそこで分岐が来るかね。あーもう本当、てかこれで正直弾が出んかったらもう俺が雑魚すぎる、全てのハードルを超えてんだから。よし絶対取る。テリテリ、バカ。でもまあこれいかんかったら本当にやってない。なんでそうなるんだよ、なんでだよ、マジでキモいわ、マジでキモいわこの台。あーお前あの分岐、お前戻るだろお前、じゃあさすがに。だっ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 、バカ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 、入ってこいよもう、何やってんだよ。終わっちゃった、復活しろ。あ、このまま勝つか、珍しい。はい、珍しい、リーゼロって勝ち、アキラ今日ノーミス。まずい、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 まずい。あアキーラ、六角コンプリートしたいなと思って、飛ばしてもいいんだけど、金も出してリーゼロッテも出して六角コンプリート、さすがにこの辺決めとかないとやばいな、もう天井がどうこう言ってる場合じゃない。金金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 出ない、さすがにこの辺で決めないとやばいぞ。お先なんぼですか、50ってことは200か。厳しいな本当に、なんで急にこうなっちゃうんだろうな。
悪いわ。ラストチャンス、これダメなら追加投手で天井。引っ掛け、よし耐えた。追加投手なし、天井まであと100ゲーム。おっしゃい。ここで共闘が無駄なのよ。よし、いやもう全部だよ、4回当たって全部革命で全部ラッシュ入れてるんだよ。これで今負けてるっていうのがちょっとむっかく出てない。いやダメなんだよ、絶対通すよここは。ここでね腹切りドライブね1回だけ見たことあるないよね、1回だけだからめちゃめちゃ薄いんだと思う。よいしょー、よいしょー、この子けー、もうマリエしかないぞ、マリエいけるぞ、僕なんだからマリエあっていいんだぞ。白フラで行かなければマリエ、煽りも来てない、今んとこまだある、まだある、ここで行かなければマリエ、よいしょーし、ここでも唯一ベルが引けなかったこの回に行くとかマジで神的。でもこれ六角出てなくてももうまあまああるなっていうか、やっぱ5の5で革命でマリエ一発でしょ。腹切りドライブ、まあ来るわけはないな、見たことはない、いや見たことしかないけど。いける、1ゲーム目第1停止ない、あもうシャコン、第一シャコン、チェリー1ゲーム、1ゲームない、なんですいつもそうなるの。はあ、これないんよ、絶対よ、絶対よ、絶対よ、よいしょー、来たらさすがに持っていくわ、さすがに持っていくわ、もう3回やってんの本当に。あーあー、いやーそうだって6だもん。いや最近ね本当に50なんよ、いやそうマジで50しか出ないの。あとてやっと一発からこっからもうあのいつもだったら飛ばないってことはとかだけど、違うの、もう6打が見えちゃってるから出さなあかんよ、だって俺が打ってんだぞ。
ムムちゃんみたいな、ムムちゃん分岐でもいいし、ムムちゃんでもいいし、ナッシュン、よいしょ、超えろよ超えろよ、超えないんだよな、超えないんだよな、そこが最近本当に超えてないな、ダメだな、やばすぎる、嘘だろ嘘だろ、危ねえマジで、来たよー、ナイスー、レックレック来い、レック来い、よいしょー、天才天才、なっ、 OK、 力、完璧なタイミング、あそこで完璧なタイミングだわ、もうたまんねー、完璧だー、これ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 、始めるぞ、ムムちゃんカウントダウンのレバーオン100ゼロ角からの G ゲームの神のジャクチェリー、乾燥した、これ乾燥しちゃったらさ、次入るとき多分革命ラッシュスーパーで始まっちゃうんだよな、だからラウンド、じゃラッシュ10が出ねえんで、今9なのよ、リーゼロっての抽選1回受けれないわ、そうなんだよね、でそうラッシュ10の画面出ないんだよね、あー惜しいな、惜しいな、音が、ああ、テロン、ここ絶対超える、バンデだよ、どうなってんだよ本当に、やってねえよ本当に、早すぎるよ、また11とかもなってんだよ、戻ってこい戻ってこい、あーもう本当にやってないわ、どうなってんだよ、続かなすぎる、最終ゲームにベルナビ出るやつだ、いやいよ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 いよ、よっしゃー、よいしょ、オッケー、6の0、よいしょ、まず全動詞やばすぎる、全動詞してるわ、
つくこの台。初の決戦だ。これサクッと通せたらマジですげえな今日。マジで伸ばすだけになる。ああ、もったいない。よし、よし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 、あぶねえ、まずいよ、出だし最悪、マリエだな、これもうマリエになってくれ、マジでマリエある、っていうかマリエがなかったらもうダメ。さあこっから白フラ出たら煽りが来てもダメ、やめろやめろ、よし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 、今んとこいいよ、やめろ、これ超えたら大丈夫、よしよし、いや天才だわ、いやーマリエに発明、革命ボーナス7回全部ラッシュ、天才マリエなのに出てないのが本当ダメだな。ドライブない、今日マジで出さなくていつ出すんだって話を。これはマジでまずいな、本当に何やってんだ、どうしてあれが取れないの本当に。セイセイ、ぶっかけよこれ、革命ボタン革命ボタン、革命ボーナスここまで7の7で入れてるよ、8回目確実に仕留める。もうマジでだるいわ、やべついにこぼすわこれ、それはやってねえよ、きちいなあ、あら来い、あーだるいわー、ついに、マジで V 揃うわ、よし9回目、やめろ、よし、いったろいったろ、天才か、あ、おい、はい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 、いや3回目だよ、すげえなマジで、もう絶対通さないとやばいってこれ、ドライブ、まずいってもう、あ10回目だよ革命ボーナス、やべえ世界記録、こんなに惜しくないことが今まであっただろうか、これで革命ボーナスなんと10回引いて9回ラッシュ、
10回はマジワールドレコードだと思うけど、でも、ね、そんなんじゃないんだよ。だって出すやつってコンプリートしてる台なんて下手したら革命ボーナス2回3回だよ。よし、行くぞ。これワンチャンね、コンプリートまでのねラストチャンスかもしれない。死んじゃ、さすがに死んじゃ。ミミズみたいなグラフになってるわ。グラフが完全にミミズなんだけど、まさかこんなね、まだ未経験なんだけど途中からミミズ化するみたいな噂には聞いたことあるけど、まあさすがにないとは思うけど、一応ね意識というか、ありえー、そうか。さすがに取る。よっしょ。キモー。そこまで濃度は高くないんだけど、まあさすがに 10% 以下だと思うんだけど、あそこで有力感切ったとこからミミズに移行した可能性、自分でまだ1回も経験したことないから、ないとは俺は思ってて、そんなことは。ただまあなったっていう話を聞いたこともあるのは事実で、ただ自分の目では確認してなくて体感したことがなくて、いわゆるグラフだけで言ったらまさにそれな感じなんだけど、でチャンスゾーンに関しては、だいぶ V での当たりが多くて、めちゃめちゃ V で当たってるなっていう。ただ400ゾーンもあるはあるけど、そんなに。ただミミズじゃないって言われたら結構400、それでも2回目のあれの後は2回か、だからだからやっぱ 10% もないんだけどね、可能性としてもしかしたらそういう可能性があると。仮にミミズでしたとなったとしても、もう打ち切るしかないからいいんだけど、しかもその可能性は低いとは思ってるから。はい、天才出た。絆アタック11回目。確かにね、ラッシュがね全くスーパーに行ってないっていうのもね、ちょっとそのミミズ どっちかというとそこだけなんだよね、一番ワンチャンこの台が後ミミズになった可能性があるとすれば。左手打法成功したか。前半やばすぎたけど、ほい、左手で行くか。これがアトミミズかどうかっていうこと。今ラッシュがスーパーに行ってないのか、4連続スーパーに持ってってない。これが5回目、前回のスーパーから。でも今ここはもう鬼のベル引きを見せてくれた左手を信じていくわ。アトミミズなんてないんだっていうのを世間に知らしめてやりて。危ねえっていうか、今もなんか終わってたけどな、今の。これが、こうなるって本当に言っちゃったんか。
よし。女神。いやー本当にね、あのね、マジで女神で、危なくね、今このちょうど女の子に、ね、ステッカーくださいっつって、で写真撮ってくださいって言われてさ、でちょうど66だったから、これをでも回しっぱなしで行くのもなと思って、第三停止パーン行ってトーンなって行くわ。いやもうおかしいってこれ、いやこれマジでおかしいってこれ、俺はこの台おかしいと思う。ただ生まれて初めて六角出て、そのタイミングで正直本当にあの有利区間自力で切って、要は出たミミズじゃない状態からミミズに途中から行くっていう可能性を自分の代で考えたことも初めてぐらい、うん、だからまあでもしかも六角出てるっていうところで、まあ当たりが結構軽めでビッグに寄っててっていうところで、整合性はまあ6っていうところでは取れてるから、まあやっぱ 10% はないかな。ミミズにもやっぱいくつか種類があって、オーソドックスな400謎当たり系のミミズじゃないパターンとかも、まあミミズには俺の中ではあるわけだから、この途中ミミズっていうのがそういうオーソドックスにならないケースも当然あるんだよね、仮にそれがあるとしたら。まあ検証の意味も込めて打つんだけど、もちろんミミズじゃない可能性の方が高いとは思ってるから、もうシンプルに打ち切るけど。12回目、ミミズじゃない、お前はミミズじゃない、これは言ったわ。ラストチャンスやもしれないぞ、決めるぞ。ここで強盗を3発引き合い、強盗3回引き合い、6回目なこれ。ミミズを疑ってから6回目のラッシュ。ドライブ飛んじゃう、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 飛んじゃう、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 飛ばない。そう、これ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 、いやーダメだと思った、今ダメだと思った。いけるいけるいける、やれる、いく。いやもうどうかしてるわ、いやこれどうかしてるよな。13回目、いや48とか、ラストチャンス、有利区間リセットから今7回目のラッシュ。いやーこれはちょっと検討しないといけないな、マジでミミズに行った可能性をそれなりに考えないといけないな、さすがに。まあ引き弱で片付けられればそれでもいいんだけど、これどうだろう、 35%40%、 いやどうだろうな。謎系なしの別に400が目立つわけでもないから、単純にラッシュが続かないっていうタイプのミミズ、まあ過去に何度か経験はある、いわゆるオーソドックスでは全然ないけど、うん、まあいやここでやめよう、多分これはそうだということにしてもいいかな。まあその可能性として
まあでも逆にそう結論付けることによって、まさかの六角出たのに万枚すら出ないっていうダサいのが回避、これはもうミミズに行っちゃったんでしょうがないという。これはちょっとミミズに行ったということを一つ検討の余地ありですね、うん、おい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 、いやまだまだわかんない、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 いやなんやねん、もう諦めてたよ31で。ここまでずっと引き戻してなかったのが、あのスーパー後にボーナス後のお戻し2回にラッシュのお戻しも2回なのよ。それまでは1回もなかったやつが、まあでも別にミミズだったら引き戻しやすいとか全然ないと思うし、なんだったらラッシュの引き戻しは俺ミミズだと出にくいとさえ思ってたけど、でももしかしたらほとんど関係ないのかなっていう、まあもう分からんけど、でまた腹切りチャレンジ気合い入れてやってもどうせすんってなるんだろうななんて思いながらも、まあレア役を引くだけのイメージ、レア役を引く、レア役だけ、レア役以外はもうダメ。まあまだわかんない、もう2は本当に今日2まではめちゃめちゃいってんだよね、うん、だからそれもね、ミミズだと2もやっぱり行きにくい気はするんだよね。要は事故ってスーパーに行かせたくないわけだから、基本的には。あー決める、9時7分、レーク引きゃいいんだ。いやーだっ、あーいった、なんでやねん。まあまあまあいいよ、まあいいよ、行ったから。いやじゃあまあまあ行ったから、行ったから行ったけど、行ったとてよ、あー分かんないよ、そこで、いや完璧だよ、行ったわもう。でも分かんない、これ5で終わったらミミズってことにしよう。666枚オーバー、2回目、うえい、2回目、まあ、とりあえずここでドライブ飛んでくれば全部解決するから。あそこで分岐、しかも失敗っていうのがもう、でもまあずっと来てなかったのが今日2回来てるからね。いやもうここで飛ばすしかないんよ、ここで飛ばすわ、ここで飛ばすわ、あーっていうか、これで終わんなかったら逆にマジでこうミミズのように見える何かがいるってことになるから、やっぱり、あまあまあいい、もうちょ行く、もう行く、とにかく行く。僕1日打ってドライブ3回とか、マジ、じゃあミミズでいいわ、あこれはね、ミミズでいいわ、じゃあ、ああこれはじゃあミミズですね、はい、あ行ったわ、じゃあまあよかったわ、じゃあ、うん、こっからね、こっからミミズになったわ。分岐はだから本当にミミズ不問のノーカウントラッシュってことで、フラグってことで、だからマジであれ持ってきたおかげでミミズと判別ができたわ。ああということで、朝一一発目に今スーパー入って、そこからそこまでは普通です。その後2回目のスーパー入って3枚で4000枚ぐらいになって、そこでスーパー抜けてからですね、おそらくミミズにエンディング行ってるんで、あそこで有力感切れてるんで、あのエンディング後かな意識してたんだけど、確か3連ぐらいしてるんですよ。だからそこの3連はまあミミズだけど連チャンしたっていう、まあちょっと特殊な、まあ要は有力感またぎのミミズっていうのはまあ相当特殊なレアケースなんで、まあまあ即終わりしなかったんですよ、それはもう間違いない。あのエンディング後にそのまま終わってないことはもう間違いないんで、でレア役でもなく普通につながってて、でも内部的にはおそらくミミズに移行したと。でそこから、いわゆるチャンスゾーンの目に見えての謎当たり、いつものやつはなし、1回もなし。ただし V 揃いはかなりあった、当たった時の5割以上が多分 V 揃いで当たってて、でミミズの時って結構それって起こりやすいと俺は思ってて、 V 揃いっていうのは
で、結局そこから、ラッシュに7回入って、最後今7回目が、まあ、分岐で通したけど、ということはおそらく分岐は別のフラグなのかなって。分岐は継続確定フラグで、あれが成功してもしなくてもちゃんと継続するような継続確定、まあ、レアエグ的扱いなのかなっていう。継続時の一部で分岐が出るというよりは、分岐を引いた時点で継続確定みたいな感じになるんじゃないかと思われます。で、最後のスーパーが、まあ、保証で終わったっていうところまで考慮して、もちろんこれがミミズではなく、シンプルに俺が6回連続で通せなくて7回目やっと通したのに保証で終わらせたっていう可能性と、今まで1回も見たことのない途中からのミミズ以降、有力感リセット自力でしてからのミミズ以降、どっちの可能性が高いかって考えたときに、おそらく、だから 80% はミミズに移行したと私は判断したい。ということで、疲れ果てました。午後9時半ですね。店内状況を見ていきましょう。まあ、まずは私がいたスマスロコーナーからなんですが、からくりがね、この角台が何撃かわかんないけど、まあ、マックスで8000枚、着地プラス4000枚ぐらいと。で、ここの SAO は多分全4ゴロぐらいあるかなって。ここが確か4ゴロ角出たかな、はい、人は変わってるけど。で、バルブレイブが角が、ね、最初5万ぐらい負けた人がやめちゃったんだけど、その後今1万5000枚っす、これ。で、ドライブもなんか確定とか出てないけど、ドライブバチバチ飛んでるんで、さすがに1万5000枚出て、まあ焦ってあるでしょうと。で、この台は最初ね、ドライブバーン飛ばしてよかったんだけど、結局まあ飲まれて、まあ設定は分かりませんと。で、この台がこんな、まあ、ミミズじゃないんだけど、ドライブも飛んでるんだけど、4、5、6角が出てて、でも伸ばしきれず、ラッシュが全然スーパー伸びずっていう感じで、俺が打ってた台が6角2回出て、おそらくここからミミズ以降と。で、この台が2以上は出てるんだけど、なんとこれマイナス8000枚ぐらいいってるんですよ、はい。で、さらにフリーズも引いてるけど、まあまあまあ、でも2以上出てて、正直、まあ、このお店にね、通い慣れてたら2以上イコール4、5とかあるかもわかんないけど、もしかしたら2かな、まあまあわかんないです。あとなんかにゃんこがとりあえずここは4000枚オーバーの札刺さってて、隣も4000枚オーバーと、乙女がまあ全部2000枚2000枚ぐらいで、ちょっとグラフはまだ打たれてるんでわかんないんですけど、あとは 6.5 あるんだね。カバネリが、はい、3000枚ぐらい出てますね。で、お隣も3000枚出てるけど、ああもう綺麗にね、これあるじゃんね、普通にあるね。あ、これもね、全然いいと思いますよ。で、今まだ打ってるこのカバネ4000枚出てますんで、いや、これも3000枚3枚で出て、あ、なんかめちゃめちゃいいじゃんカバネ。てか台数こんなあるんだ。ここも4000枚、常連の方いわけ全4ゴロぐらいありそうってことですね。まあ確かに。だと延々がこれ6000枚出てるわ。6000延々出てます。で、鬼武者もね、結構良さそうっていう話は聞いたんだよね。あ、まあこの打ち角の方も2000枚で、あ、これとかね、すげえ綺麗に4000枚、4500枚ぐらい出てる。あ、で、ここも5500枚出てるし、あ、これも5000枚、さすがに入ってるね。あ、これさすがに入ってるわ。やってるね、鬼武者も。いや、結構いいんじゃないので、ケンケンは、うわ、初当たり26って初めて見た。26ってすげえな。で、その隣初当たり12って少ないように見えるけど、結局クソ出てる。要は電ちゃんが長かったから通常時はあんま回してないって感じですね。6000枚出てる。で、これも4000枚出てるよ。あ、まあまあ、いかにもありそうな。このケンケンもいいんじゃないですか。綺麗に、はい、ちゃんと入ってるね、これは。はい、そんな感じで、まあ、6.5 スマスロしっかり入ってる。実際やっぱ確定も出てるんだね、はい、いいお店です。ということで、久しぶりの群馬県でございます。ビッグマーチ高崎大八木店での実戦終了ということで、ただいまの時刻は夜9時半。カウンターのゲーム数で7670ゲームで、あれビッグ中と AT 中数えてないんで、多分1万ゲーム近くは回したと思います、はい。で、初めてですね、私バルブレイブ打って初めて午前中に六角が出ました、はい、666枚オーバーが出て、で、ドライブも序盤は順調に飛んで、はい、ただその1回だけ来たドライブ100からのレア役での追撃で喜んでたんですけど、まあ、てか普通喜ぶんですけども、まあ、結果おそらくですけれども、そのエンディング迎えた時ですね、ミミズに移行したのではないかと予想します。その朝一リセット時以外のミミズっていうのは、俺自身が自分では体験してないし、周りで見てても見たことがなかったので、あるかもしれないけれども、あるとしてもものすごい薄い確率なんだろうなと思っていたら、おそらく今日。ただもういわゆるオーソドックスミミズですね、400で当たるチャンスゾーンがもうようわからん謎当たりしまくるみたいなやつは一切なく、ただ強いて言えばチャンスゾーンの当たり方が、あのチャンスゾーンのね、通し方が
V 揃いがかなり多かった。まあ V 揃いはあれリプレイフラグと1枚役フラグで本物のフラグではあるんですけれども、ミミズの時の方が V での当たりが多いように感じる程度なんですけれども、いわゆるあのレバー叩いた瞬間1ゲーム目になんか下までバーン消えてクソ偉い演出出てきて外れ目でプッシュボタンドーンみたいなやつはなかったんだけれども、だからあれがあったら正直もうちょっと早くかもなとは思ってたんですが、正直自分の中でもあるとしても極めて薄い確率途中ミミズってやつは、だからただただラッシュスーパーに持ってけねえなっていう気持ちで打ってたんですが、結局そのエンディング後ですね、有利区間切った後が革命ラッシュ、その後結局7回当てて、うち最初の6回全滅。だから V まあ2個ぐらいまでは行くんですけど、そこもねちょっとやっぱミミズの時って V2 個も結構厳しい、もちろん2個行くことも全然あるから、まあそこ偏りかなっていうところで、まあでもあまり気にせずにやってたんですが、最後の最後ね V2 個から、しかも引き戻しからね、まさかの革命分岐飛んできて、でまあ分岐自体は失敗したんですけど、スーパー行って結局保証の5セット終了っていうところで、まあそこまで正直 50% ちょっと超えるぐらい、まあ 60% ぐらいが途中ミミズかなっていうふうに思ってたんですが、最後のスーパー保証っていうところでまあ 80% であれはミミズだと判断します。もちろん残りの 20% でそういう引きだったとも取れる。でもこれ朝一からあの状態だったら正直 94% ぐらいミミズだと判断します。ただその途中からミミズに移行するっていうレアリティ可能性の薄さも加味した上で 80% っていう感じですね。だから本当あそこだけの挙動で言ったら正直 90% 以上ミミズだと思うんですけども、そうは言っても途中から行くケース薄そうなんで、はい、まあ 80% ということにします。まあでもミミズである可能性の方が高いと断ずることで一つ救われたことがあります。今日初めて六角出てね、もうスコーンと5000枚ぐらい出て、そっから一切伸びなくて、俺は正直プレッシャーがやばかったの。六角出てんのに、でミミズじゃないのに出せないとか、うわサスケ出さみたいな。バルブレイブにおいては私マジで出してる自信があるんで、そのサスケが六角初めて出たのに出てないとか個人的に恥ずかしい、まあ、出せないやつ出せえとは思わない、ただサスケがこんだけ生きってるくせに出せないとかっていう自分へのプレッシャーがあったんですけど、高確率でミミズだと判断することによってセーフ、ミミズいっちゃったからねすまんっていう感じですね、はい、でもこれはね正直嬉しい誤算というか、要は未経験のことができたんで、これは新しい発見になったなと。でさらにそこに加えて革命分岐ですね、革命分岐はまあ今日久々に来て2回出て失敗したんですけど、革命分岐自体はだからミミズかどうかにの影響を受けずに発生抽選をしている、で発生抽選通せば V がもらえるっていう感じの、要はミミズだったらレア役やストック以外でのまあ V3 つって相当厳しいと思うんですけども、分岐は除外っていうところが今日ミミズだと判断することによって最後の3つ目の V ですね、分岐系のあれも偶然その分岐だから行ったっていう感じですね。まあそれが知れてよかったなっていう感じです、はい、あでちなみに言ったら収支の方は投資が1万3000で済みまして、で前世紀で5000枚ぐらいあったんですけど、正直ミミズじゃなかったらね今頃コンプリートしてるんですけども、最後回収が3306枚ということで、勝ちは勝ちでね朝一から行かないでよかったなというところです、はい、でお店の方なんですけども、まあ、まずバルブレイブ私の台が六角、確定がとりあえず2台しごろ角六角で、あともう1個確定こそ、まあ、出てるかも分かんないですけどね、俺が認識してないだけで、まあ、1万6000枚ドライブバリバリっていうところで、まあ、最低半しごろはあるなというところで、6台しかないんですけどねしっかり入ってて、で SAO もしごろ角出てというか多分あれ全しごろあって、でカバネリなんかももう普通にめちゃめちゃ出てて、鬼武者も出ててっていう感じでいいお店です。これで正直まあ土平日とはいえ140人ぐらいの並びですか、あのコスパが高いですねこれは。で抽選20番でも取れたんでっていう、この動画が上がってまた次回このお店来ることがあったら多分ブブブ取れないんでしょうけどね、正直今6台設置の店で俺20番引いてブブブ取れると思ってなかったんで、逆にこんだけいろんなところに設定入ってるから割れるっていうのもあるんで、何はともあれ今日なんか6でやれなかったっていう気持ちが最後新発見、途中ミミズっていうものを体験できたっていうのと、まあ、もちろん六角出たっていうのと、で結果的にちゃんと勝ってるっていうところで正直かなりもう収穫の多い一日でした、はい、まあ、ぜひコメント欄とかでね、これは途中からミミズに行ったと思う人、いやそうじゃないと思う人とか、はい、いろいろちょっと意見を、みんなの意見を聞きたいです。はい、そんなわけでついにね私42連戦ぐらいが実は今日で終わるんですよ。まあそれもあって今日いっぱい打ったんですけどね、はい、てかもう明日ねだって現場があったらこんな打てないから、はい、うん、今からね一緒に戦った同士と一緒に群馬名物の一蘭食って帰りたいと思います。ということでお疲れでした。そんないただきチャンネルのスケジュールがああそうだそうだ、というそんなバルブレイブガチ勢のいただきチャンネル
収録スケジュールこんな感じでありますんで、ぜひいいお店いっぱいありますんで、ここに出てるお店遊びに来てください。お疲れでした。